橋本が持ってクーリーがスクリーンをセットしています。自ら行ってボードを使って決めました。気になってくるんじゃないかなと思いますね。その辺も注目していきたいと思ってますね。さあ今日注目に挙げていただいたゴフィリピン、早速外から打ってきた。ここで決めます。岸本出てきましたね。非常に価値のあるリバウンド見せての岸本のスリーポイントというところもあります。これもオープンショット、このスリーが来る。これは結構重いシュートになりました。岸本、第1クォーターの最終盤、琉球はしっかりシュートで終わりたいですね。遠いところから打ってきたスリー、ここは岸本さすがでした。そうですね、はい、これで琉球がオフェンスリズムを、琉球は重い展開がまだ変わりません。そしてここで岸本のスリーポイントでバスケットカウントか。こういうシンプルなシュートでいいと思いますけどね、はい、そうですね、はい、4ポイントプレーになるか。ファーストキャンオープンなので積極的なシュート、はい、岸本のスリー連続、6分の3スリーポイント。あの第1クォーターの先ほどブザービーター、そしてこれも第2クォーター入ってから、球はどうオフェンスを組み立てていくかですよね、はい、おー岸本のドライブ、レイアップ、フローター決まる、同点、ペイントにアタックするという意識が非常に高まったと思いますし、はいはい、どうなるかまだ分かりません。岸本のスリー、沖縄アリーナどう対応してくるか。岸本、ここから外から打ってきた、決めました。山田さんの声を、テクニカルファールの一投から琉球のボールで試合再開。あ、そしてこの距離、もうすかさず打っていきました。岸本、パラスが、そしてここから出てきました。ですね、こういった形で2対2しかないかなと思いますね。決めていきます。岸本スリーポイント打った。今日は岸本自らの判断のスリーポイントを選択、正解、いやこれね、これあともう10センチか15センチ前行ってたら、うん、狙って岸本です。小寺、岸本中で、そして左手シュート、決めた、逆転、うん、フィリピンスリーポイント決まれば逆転ですが、そして今度は岸本の逆転スリー、ここで来ました、岸本龍一じゃないですかね。三河戦でのねスリーポイントもここぞというところで決めてきましたが、いいディフェンスが継続できるというですね。岸本フェイク、ステップバック、フェイドウェイ、片足のシュート難しかったと思いますけど簡単に決めましたね。フィジカルコンタクトのディフェンスが多くありましたね、はい、でこのシュートも難しいですよね、はい、片足で引き返さなければという意気込みが見えます。あ、フリースロー2つ目外れたところ、お、岸本のスリーポイント、その岸本が右にいます。うわ、45度からオープンできた、来たファールが使えます。あと1個だけブレックス、また岸本だ、うわ出た、連続スリー、これでキングス得点すれば2ポゼッションリードになるんですが、オープンになってる、オープン、岸本ディスリー、前半いい形で終えることができるか。アウェイの京都、そして琉球連勝中、今日が沖縄アリーナ最後の試合となります。この得点が決まりました。同じプレーを選択しましたね。こちら外でボールを回していく琉球です。このスリーポイントが入った、岸本人からねゴール下に持っていくってねなかなかできないですよ。そして岸本選手のこの逆転、ただここも外に出す、岸本は行きました、来ました、見ましょう。あ、しかも岸本のスリー来ました。岸本がこの位置からのロングスリー決まります。そういう意味では河村選手と青田選手のこの
コンビネーションプレーからの展開というのはね、ポケットゲームにつながっていく。あ、ただハモンズこのまま出しますか。横浜ゾーンに変えています。岸本のスリーが来ました。琉球がやりたい放題になってきました。とはいえね、やはりこういう記念する日にはね、はい、決めてほしいですよね。岸本のディープスリー、さすがです。再びダーラムへ。岸本この距離から打ってきたディープスリー、決まった。岸本龍一ディープスリー炸裂です。岸本です。岸本が運ぶ、うまいですね。レイアップ今村が入れます。牧がもらいに来てスリーを打ってきた。岸本決めた。よく入れましたね。コーナースリー決めた。岸本10秒切る。入ってますからね。さっき岸本がボールを持っている。スリーを放った。決まった。エヴァンスはアイラ・ブラウンとのこの対決。岸本にパスを出した。そして今度はスリーポイント。昨日ちょっとそのローテーションスイッチのところで迷いがあるようなそういうシーンもありましたが、今日明確にやってます。おー、岸本のスリー、ゾーンで守らなきゃ。石がさあ、岸本スリーはどうだ。あー、決めてきた。さすがですね。変わって入ったジャクソンとダーラム、ホテラのマッチアップでした。また岸本2連発、まあ本当にここは安定してますよね。ダーラム、岸本がロングスリーを進めてきました。今日は非常にタッチがいい岸本、躊躇せず決めてきました。クーリーとユトフ、まあ、スミノのヘルプ来てますが、クーリー粘る。ボール動かして岸本のディープ。岸本に対し青木がついていく。岸本遠めの距離、スリーポイント。決まった。岸本さあエヴァン、右のコーナー付近には岸本もいます。岸本打ってきた。これは2ポイントですね。そうですね、今のは2ポイント、はい、さあ残り時間は1分半。岸本、岸本のフローター、うわー、決めた。難しいシュート決めた岸本。さあ岸本、岸本、ここはスリーを決めた岸本。40分出ろとか、あの素晴らしいプレーを、まあ、一生懸命やって、あとはファウルの使い方をうまくやれば、あの彼としては上々と思いますね。そして金沢さん来ましたよ。来ましたね、ディープスリー。岸本あるいは波里のその勝負強さというのは沖縄、琉球にとっての魅力。うまいですね。岸本です。そして今村、外に出して岸本が入ってきた。出す、フリッピン回して、岸本放った。スリー来た。来ましたね。来ました、コーナースリー。小寺さんからヘルプサイドのパス、今度動かし回って岸本のスリー。サンボールを動かされましたね。そうですね、はい。岸本の心強い鮮やか。来ましたね。岸本から小野寺、そして岸本もらってスリーポイント。ここで決めてきますからね。チームが苦しい時に決めてきます。リフレクションありましたが、ダーラムです。岸本ディープスリー、うわー、そうなんですよね。これ入り方がね、入り方がスイッシュでね、本当にもう波山、岸本のディープスリー入る。波のポイントから打ちましたね。1試合ぶりの得点、三田城太郎スリーポイントで決めました。守備でも走る、ただ今村が行く、今村が行く、パスで振った、岸本のディープスリー、お返し、はい、流れは渡しません、琉球ゴールデンキングス。エヴァンス、ボールがよく動いています。琉球ステップを踏んだが、ここはまだシュートは打ちません。オープンを作って完全にかわしての岸本。さあこの沖縄アリーナ、声が出せない分、キングスファンは拍手で選手にエールを送る。
この岸本今日止まりませんよ、スリーポイント。アタックリーダー岸本ドライブしていく、レイアップシュート、技ありシュート。岸本しっかり溜めてシュート、射抜いてきた。小林選手もね、いいディフェンスしますからね、はい。ダーラム相手を引きつけてコー・フィリピン、ここでまたおしゃれパスを通してディープスリー、今村入っていく、波里にそこに秋元がいます、ディープスリー、これが決まった、決まった。さあここ15番の白浜選手は非常にディフェンス力定評のある選手です。ここで乗ってきたか、岸本龍一。そしてスクリーンに行ったのが小寺、まだディフェンスは振り切れていないか、フローターシュート、このシュートを決めるのがですよね。いやただ得点を決めるだけではありません。相手の今中心選手であるウィッタ・ダーラム、ここはやはり仕掛けていく、あー島根はよく、あーフリーフェンス中へ来ましたね。これがあるんですよね、外で貢献度の高い選手が、来ることによってですね、ゲーム運びとしてリバウンドも取れている大阪です。平均リバウンド数は琉球が1位ですが大阪の3位。岸本打った、これを決めてくる、さすがですね。大阪もスイッチディフェンスといってドグラス選手かなり大きいんで、うん、ここですよね、はい、クーリーに対して耐える、今村も行く、ここでターンオーバーになってしまった。このターンオーバーからの失点というのは大阪を抑えたいですし、あここは岸本がハントがついていましたが決める、はい、で骨折しましてなかなか試合に出られなかったという坂本でありますが、この時間コートに立ちました。ようやく決めてきました。名古屋が、あここはスリーポイントのシーンをご覧いただきます、はい、これ琉球としてはこの得点を伸ばしていく糸口、この時間はどういうところにありそうですかね。そうですね、こういった岸本選手、思い切りのあるプレーかなと思います、はい、外から行くか、行かせない、行かせない、行かせない名古屋の守りですが、さあここでどうだ、拾った、一つ決めてきました。そして岸本ステップバックからのスリー、岸本今日初得点が出ました、スリーポイントです。岸本国をかわしてレイアップだ、早っ、早いですね。小寺も動きます、引きつけて再び岸本、岸本がドライブ仕掛けるスリーポイント、いやー決めてきました、岸本いましょう、今のこのシュート、いやー素晴らしいですよね。小寺ビジョンで何を探すか、岸本からエヴァンス、そして再び引きつけてキックアウトして岸本、いや開始早々にこの沖縄アリーナからもこのものすごい手拍子が鳴り響いております。最初の得点はグリーリッキーもある選手ですが、さあここは一度フェイクを中に入っていく、完全にオープンを作って打ってきた、決まりました、スリーポイント岸本。この沖縄アリーナ流れをつかみかけている琉球、さらに点差を広げていくのか、キングス一筋、岸本のおしゃれなパスが通って勢いが止まらない。これで琉球の勢いも止まりつつあるという現状ですが、決めてきた、岸本です。狙ってくる姿勢は変わりませんでした、琉球がね、スイッチしましたね、ちょっとだけの勝ちだー、ボールを取った岸本、これが守備が堅い琉球のバスケットボールで、最後今村、めちゃくちゃ高い攻防なんですよね、はい、三田のファールになりましたが、その後岸本を捉えます、一気に行きたい琉球、残り1分45秒、岸本、このファウル、そして入っていました、バスケットカウント。今、エヴァン選手がピックアンドロール行くことで、K 選手、上に引きずり出されましたよね、なのでヘルプはトラビス選手か、岸本、岸本、浮かせて、
ここはクーリーのスリーアウトも効いたからのこうオフェンス、逆に決められても決め返すっていうような、まあ、先ほどのスコット選手のこうレイアップに乗っていったシーンなんかの象徴